皆様こんばんは。イタリアから参りましたキャラコマスリと申します。高校時代に日本の音楽を好きになったことがきっかけとなり、それ以来イタリア、日本、そしてイギリスと3カ国を挟んで様々な形で日本と関わってきました。本日の私のスピーチでは、日本企業で働く外国人社員の雇用と活用のテーマを中心に発表していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。昨年私はオックスフォード大学の修士課程に在学していたのですが、日本企業によるオックスフォード大学などの卒業生のリクルーティングラッシュの勢いに大変驚きました。中小企業から大手までが数多くのキャリアフェアや説明会に参加し、イギリス大学の大学をの学生を雇いたい、その大変積極的な姿勢が伺われました。JETRO の調査から2016年度に外国人を雇用している企業は 45% 近くという結果が出ており、毎年増加しています。外国人を雇用している企業の割合は大企業で7割以上占めていますが、中小企業も今後外国人を採用したいと回答しているところが大多数で、外国人人材の関心は高いと言います。といっても、日本政府が発表しているデータを見てみますと、現在、日本で働いている外国人の国籍は、中国、韓国、フィリピン、そしてベトナムなどが高い比率となっており、その多くは日本の大学を卒業している留学生です。ここ数年、ニュースとかメディアなどでもよく取り上げられますが、日本がもっと英語教育に力を入れて、グローバルにならなければいけないとか、英語が話せなければ仕事ができないとか、このような主張は日常茶飯事となりました。ですから、イギリスの会社がイギリスの有名な大学の出身者を積極的に狙っているのはよくわかります。しかし、オックスフォード大学などの卒業生を求めて、わざわざ遠いイギリスまで出向いてくる日本企業の必死な姿に感心すると同時に、大学の先生から聞いた言葉や、日本の会社に就職した先輩たちの経験談を思い出します。それは、イギリスなどの有名な大学を卒業した学生たちは、割と簡単に日本の会社に就職できますが、問題は入社した後のことで、仕事の内容や人間関係などが問題となって、結局2、3年で辞めてしまうケースが決して少なくないということです。どうやら日本企業で働く多くの外国人が不満に思っているのは、自分たちの特徴や専門性があまり生かされないということのようです。これは英語圏とか、イギリスの大学を卒業している学生に限らず、日本の大学を卒業している留学生も同じような状況に置かれています。例えば、失礼します。ちょっと水を飲ませていただきます。失礼しました。大阪の会社に就職したイギリス出身の友人は、英語教師の仕事に応募して入ったのに、最終的に頼まれた仕事は英語とは関係のないものばかりで、何のためにこの会社に入ったのかと非常に悩んでいました。また、ロシア人で東京の会社で働いている別の友人が似たようなことを言っており、これならやりがいもあまり感じないし、真剣にキャリアケースを考えることもできないと嘆いていました。他に、外国人が日本企業に長く居続けない大きな理由として挙げられるのは、いわゆる日本型雇用システムの特徴である長時間労働やサービス残業、年功序列の制度なども挙げられるでしょう。残念ながら、優秀な外国人ほど日本を選ばないことは事実です。2017年11月に発表された IMD World Talent Ranking によれば、アジア11カ国中、日本は最下位で、
世界的に見ても63カ国中51位と順位は低かったです。これは要するに能力の高い外国人にとって日本の魅力度は極めて低いということです。日本が優秀な外国人を呼び込むために費やしている費用、時間、そしてエネルギーを考えるとこれは極めて残念な結果ですね。早稲田大学の調査によりますと、日本企業が積極的に外国人を雇う理由としては、社内のダイバーシティを高め、職場を活性化するためというような答えが多いようで、一見日本企業が社員の多様性を重視しているようにも思いますが、実態はどうなのでしょうか。本日こちらにいらっしゃる方々の方が私なんかよりもよくご存知だと思うのですが、そもそも日本の会社に就職する外国籍の学生たちは日本人学生とほぼ同じ選考方法、また基準で選抜され、入社後も日本人社員と同じプロセスで育成されることが多いのです。ここから推測されることは、企業が外国人社員を採用するって言っても、彼ら彼女また彼女たちの外国人としての特徴を尊重してダイバーシティの実現を目指しているわけではないということです。むしろ伝統的な企業風土のもと、少数派の人々を主流派、すなわち日本人社員に同化させて、日本人社員と同じような働き方を求めている可能性があるのではないでしょうか。表向きにグローバル化や多様化などのスローガンを掲げながら、実際に入社後多くの外国人に求められているのは、外国人としての特徴を生かすことではなく、職場に溶け込んだあくまで日本人的な働き方なのです。もちろん優秀な外国人を求めて世界中の就職フェアに足を運ばれている日本企業が全てそうであるとは思いません。また国内勤務と海外勤務とでは状況が大きく異なることも確かです。ただし今述べたような表面の多様化と裏面の同化というところにある種の矛盾を感じている人は世界中に数多くいるはずです。果たしてこの状況をどのように改善すればいいのでしょうか。一つ言えることは、友人や先輩にいろいろ話を聞かせてもらった結果、外国人社員が働きにくいと感じている環境は実は多くの日本人社員も同じように感じているということです。また伝統的な日本型雇用システムに対する不満や限界を訴えているのも外国人社員同様、日本人社員も同じです。グローバル、マルチカルチャー、ダイバーシティ、外国人社員の数を増やすということだけなら、それは響きのいいかっこいい英単語に過ぎません。職場における本当の意味でのダイバーシティっていうのは、本来は文化の違いや国籍などとは関係ないはずで、社員一人一人のニーズ、特徴、専門性、またキャリア志向を考慮することだと思います。そのような環境なら国籍問わず誰でも魅力的だと思うでしょう。本当の意味でのダイバーシティを実現するのはもちろん簡単なことではありません。しかしすでに日本で日々仕事に励んでいる多くの外国人の方々が大きな力になってくれるに違いありません。積極的に彼らまた彼女らの声に耳を傾け、みんなでもっと働きやすい日本を作っていきましょう。ご清聴ありがとうございました。木原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。音楽がお好きだっていうことなんですが、はい、日本の音楽で何が一番お好きですか？そうですね、最近は結構演歌などにもハマってるんですけど、もともとは J-POP が高校生の頃に好きになって、そこから日本語を勉強しだして今に至るという感じですね。はい、
キアラさんは日本の会社で働いたことはあるんですか？そうですね、実際に働いたことはないんですけど、半年間のインターンシップはしたことがあります。ただし本日このスピーチで述べたようなことは、実はアカデミアの世界でも大学でもよくあることで、例えば今日本の大学すごく頑張ってるんですね。グローバル化って言ってたくさん外国人教員を雇うというふうに言ってるんですけど、例えば外国人社員などの項目に実際にその8割ぐらいが外国人ではなくて、例えば海外の大学で学位を取った日本人がその8割ぐらいを占めるんですよね、そのなどっていうところに。なので結局表向きにはそういう外国人を出してるんですけども、実際に日本の会社とか、大学も最終的には日本人の方を求めてるんじゃないのかなっていう印象ありますね。もし今日本の企業が木原さん、うちで働いてくれませんかと言われたら行きますか？そうですね、先ほど申しましたように、私は結構できればアカデミアでキャリアをアカデミアに入って先生にいつかなりたいんですけど、別にそうですね、日本の企業もちろんいい企業たくさんありますし、むしろ私がそこに入って何か人と話したり、私がその会社に入ったことによって何か変わるかもしれないですし、私のスピーチで言ったようにやっぱりすでに日本で働いている外国人と交流して、そこで何か新しいものが生まれます。ありがとうございました。今のお話はなんか日本の企業の人が聞いたら耳が痛いというお話なんですけれども、なんとなく印象として、日本の企業は外国人をステータスシンボルで、うちはすごいんだと、外国人を雇ってるんだという、そのために雇ってるような印象を受けるんですが、それが全部全てじゃないと思うんですけども、日本企業もだいぶ海外に出るようになって少し分かってくるんで、これから変わってくるんじゃないですかね。いや、それは、きっと変わってくると思いますし、実際にすでに日本で働いている外国人の方々も大きな役割を果たしてくれていると思うんですけど、もちろん前と比べたらだいぶ見方が変わってきていると思うんですけど、でもやはり少しはまだ感じますよね。いろいろ先輩とかから話を聞きますと、そうですね、なんかグローバルって言って、でも結局会社のその働き方とか考え方はそこまでというか全然グローバルになってないじゃないかっていうふうに言ってる人が多くて、これは千原さんの経験で、今大阪大学にいらっしゃると思うんですけど、そうですね、実は4月から行く予定なんですけども、でも日本に住んでいて、例えば、日本の企業は外国人を雇ってる、海外じゃなくて日本にある日本企業が雇うと、やっぱりアジアの人が多いっていうふうに、そうですね、そうするとやっぱりアジアの人も欧米人と同じように自分はこういうことを専門なんだから英語を使ってこういうことやりたいとか、そういうふうな意識がある、それともちょっと欧米人とは違うのかなっていう感じもするんですけども、どうですかね。そうですね、きっとそういう違いは存在すると思うんですけども、でも実際にこのスピーチを準備するためにいろいろ研究とか読ませてもらったんですけど、こういうのはよく例えば韓国人の社員とかベトナム人の社員でもやっぱり自分の専門が活かせないとか、全く自分は韓国語を話せるのに全く韓国とかと関係のない仕事が回ってきて、なんかよく聞くのは、なんでこういう作業は絶対に日本人がやった方が早いのに、なんで私のところに回ってくるんだ、私はもっと他のことをもっとよくできるのにっていうのはよく聞きますね。アジアのおそらく社員でもあるんじゃないかなと思います。まだまだ日本企業はこれから勉強することたくさんありますね。そうですね、どうもありがとうございました。ありがとうございました。